ギュギュッと。前回のおさらいからだ。目の前の敵を倒せ。前回より手強い相手だ。油断するなよ。荒神の攻撃を避けるのが難しい時には装甲を展開して防ぐ。自分の体力に気をつけろ。手遅れになる前に回復することを忘れるな。戦場では悠長に回復している暇はない。スタングレネードを使って荒神に隙を作れ。ではもう一度さっきの荒神と戦ってもらう。人気にはもう一つ大きな特徴がある。プレデターフォームといって荒神からオラクルを奪える形態だ。それにより自身の能力を一時的に上昇させることができる。隙をついて捕食してみろ。バーストして荒神を倒せ。飛ばしてくよ。装備の強化に必要なものだ。回収を忘れるな。素材を入手する方法はもう一種類ある。フィールドに落ちている廃材だ。この訓練場にも配置してある。回収してみろ。
20秒ほどで訓練を終了する。終了だ。実戦に備えてしっかり復習しておくように。ブリュッソイヤあれ、見ない顔だね、君ら。こんにちは。あ、ひょっとして噂の新人さん？はい、これからお世話になります、先輩。先輩、いいね、なんかいい響き。よし、俺はロミオって言うんだ。先輩が何でも教えてやるから、何でも聞いてくれ。あ、その前に言っておく、ブラッドは甘くないぞ、覚悟しておけよ。いい質問だね。そうだな、ブラッドは血の力を秘めていて、そう、血の力に目覚めると必殺技が使えるんだ。うちの隊長なんてすごいんだぜ。どんな荒神だってズバーンドバーンって倒しちまうんだからな。すごい。じゃあロミオ先輩の必殺技ってどんな感じなんですか？バカお前、ほら、必殺技ってのはさ、そんなすぐに手に入るもんじゃないんだよ。そうだ、今みたいな質問はさ、ブラッドを設立したラケル博士にどんどん聞けばいいと思うな。じゃ、またな。あれ、質問タイムもう終わり？なんかまずいこと聞いちゃったかな。あれ？Ha ha ha.